炙りカルビ。一回炙りカルビって言っちゃったもんな。炙りカルビ。言えたね。もうちょっとでしたよ。結構言えたね、うん、びっくりした。炙りカルビ。あー、アウト。もう炙りカルビがありましたからね。炙りカルビ。あんただって言ってないよ。炙りカルビ。ちなみに誰だったらできると思います？頭の中でいかにカルビを炙れるかなんですよ、多分。はい、なので食いしん坊な人、カルベさんじゃないですか。このアナウンス室で、うん、炙りカルベが多発してるんですよ。やっぱそうなんだ。それはでも、はい、ちょっと嬉しいかも。炙りカルビ。カルビさんならカルビとカルベちゃんと言い間違えずに言えるだろうっておっしゃってたんですよ。それはね、全然根拠ないよね。